生きているわ。私たちの同級生でこの世に存在しているわ。あなたの言う通りよ。クラスメイトの吉岡しおりが文野綾を演じたの。話したくありません。こうなったら全てを話すしかないわね。ダメよ。リッチ、やめろ。俺たちは失敗に終わったんだ。僕たちは呪いから逃れられたんじゃないのか。いや、俺たちは呪われたままだ。私は意外と成功だったような気がするわ。私はあんな噂は信じてないから。そうですよ、非科学的ですよ。全てを話すから覚悟して。15年前、高校3年生になった私たちは卒業生から一通の手紙を渡されたの。私、こんな手紙を受け取ったの。噂って何ですか？学校の階段みたいなものです。誰か詳しい人教えてくれませんか？私が知っているわ。10年前に文野綾さんが病気で亡くなったの。彼女は容姿端麗で芸術的な才能もあった。この世に未練のあった綾さんの霊は教室に住み着いたの。それじゃあこの教室は呪われてるの？そうみたいね。綾さんが亡くなった年、クラスメートは彼女が生きているふりをしたの。それがどうして呪いになったんですか？事件が起きたのは翌年よ。新3年生は何もしないで生活していた。そうしたら一人の生徒が事故で亡くなったの。しおり、詳しいんだな。これって学校の怪談や都市伝説以上よ。
話の続きを聞かせて。そのクラスに霊感の強い子がいて、アヤさんの声を聞いたの。アヤさんは友人が欲しくてクラスの生徒を連れて行ったらしいの。どうしてペンフレンドを作る話になったの？ペンフレンドも友達でしょ。誰かがアヤさんを演じて彼女にペンフレンドを作ってあげるの。やらないとどうなるの？私たちのクラスは呪われるわ。どうするの？やるしかないでしょうね。誰かがアヤさんを演じるしかないようだな。やるなら女子じゃないのか？関係ないわよ。私がやる。手紙を受け取ったのは私だし。アヤを演じることになったしおりは、彼女の呪いについて徹底的に調べたの。そのためにみんなで文の邸にまで行ったんだ。立派な洋館ね。素敵。私もこういうお屋敷に住みたいわ。遊びに来たんじゃないのよ。連絡した松江大場高校の者です。どうぞ。はい。若いお客が訪ねてくるなんて久しぶりですよ。私たち松江大場高校の生徒で、亡くなったアヤさんの話を聞いてご両親に会ってみたいと思ったんです。きっとアヤが私たちを心配して皆さんをよこしてくれたんですね。アヤさんはどういうお子さんだったんですか？美人で優秀で優しくて、まるで天使のような娘でしたでね。新聞で取材されたんですね。 IQ テストで1位になったと書いてあるわ。美人で成績優秀だったんですね。この絵は娘さんが描いたんですか？コンクールで大賞いただいて家族でお祝いしたですが、あの頃は楽しかったわ。しおりはあやさんのことを調べるために何度も文の手を訪ねていったわ。しおりは文のあやの呪いを題材にして小説を書こうとしていたんだ。しおりは文通募集の記事を見つけて、あやの名前で手紙を出した。文通相手には恵まれなかったと言っていたわ。吉岡さんは変わりました。メガネ君、ちょっと教えてもらえるかな？どうしたんですかね？この方程式なんだけど。すごく勉強してるじゃないですか。アヤさんになりきるために勉強しているのよ。焦った私はカンニングしたと言ってしまった。
た目も綾さんに似ていった。9月の初め、陽子さんの誕生会があったの。飾られた写真と同じドレスに同じ髪型よ。これってまるで綾さんじゃない。そっくりだわ。アヤさんそのものよ。まる。私は心配になってしおりに聞いたわ。5年前にアヤさんを演じた人が行方不明だと言っていたわ。事実なの？大学生の行方不明なんて珍しくないでしょ。家出ということになってるけど、私は違うと思う。どうして？彼女は綾さんをいい加減に演じていたの。成績も悪くて、外見も綾さんに似せなかった。調べたの？海野教授が教えてくれたわ。海野さんはこのことを知っているの？そうよ。私は10番目の綾なんだって。私怖くなってきた。やめることはできないの？やめたら呪われるのよ。そんな。私が綾さんを演じきるから大丈夫よ。そして呪いの謎も解くわ。できるの？呪いの謎を解いたら小説に書いてホラー大賞を取るの。しおりは綾さんを演じただけじゃない、彼女の霊を成仏させようとしたんだ。卒業式の後の自殺だ。話ってなんだよ。みんな適当に席について。みんなに挨拶したいの。別れの挨拶。今日で私はみんなとお別れです。海野綾はこの世からいなくなります。さようなら。これで海野綾は成仏した。もう呪いは解けたわ。それがあの日を最後に彼女の姿を見ていない。行方不明だ。しおりは綾さんの怒りを買ったのよ。それで連れて行かれた。今まではおかし
ずなことは起きてないわ。呪いのルールだよ。文通相手にアヤがすでに死んでいると知られると、その年のアヤは失敗なの。消えてなかったら。そうなのか。驚いたな。これで私たちの話は終わりよ。まだ終わってない。